ダッダーン、ボヨヨン、ボヨヨン、ジャダトイズ、ウルトラストリートファイターより、フェイロンの紹介になります。ウルトラストリートファイター、馴染みのある言い方ですれば、スーパーストリートファイターになると思うんですけども、で、このウルトラストリートファイターって、近年、ニンテンドースイッチでリメイクされたのかな？バランス調整とか施されて。で、この横のイラスト、でスパ2って出たのがかなり前なんですけども、このイラスト見ると最近の絵柄になってるんですよね。そんなスイッチのパッケージイラストに用いられたと思われます。そんなパッケージなんですけども、何やらアーケードゲームの筐体をイメージしたかのような凝ったデザインになっていますね。では早速開けていきましょう。まあ日本キャラクターの海外さんっていうとちょっとね、バンダイのフィギュアーズとか、それこそね、センチネルのね、ま、あの辺に比べると、ちょっと不安感は否めないんですけどもね。でもね、見る限りね、結構出来良さそうなんですよね。よし、じゃあ、開けていきますよ、と。どんな感じだ？ちょっと出てこないぞ。出てこないぞ。出てこないぞ。なんだこれ。なんやこれ。よし、下から行きまして、おおおお、いいっすね。ここもテーピングされていますね。ちょっと外してみましょう。よし、おお、どんな感じだ、持った感じ。これはちょっと厳重っすね。出て、おっしゃっしゃっと、おおほう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 、おお、いいですね。では中身の方ちょっと取り出したいと思います。ではまず頭部の方見ていきましょう。いや、これいいですよ、めっちゃいいですよ。ブリスターパッケージなんで中身見えてて分かってはいたんですけども、これ取り出してみるとね、めちゃくちゃかっこいい。これデジタルプリント使われているのかな。何にせよね、塗装がめちゃくちゃ丁寧ですね。まあスパ2のフェイロンというよりも、個人的にはどちらかといえばストリートファイター4の時のフェイロンに似ていますね。いや、かっこいい、ほんとかっこいいですね。こちらはもう一つの頭部パーツ、ちょっと口が開いた感じになっていて、アクションポーズさせるには最適の頭部パーツになっているんですけども、こっちも出来いいですね。まあ惜しむべくはこういうキャラクターなので、叫び顔が欲しかったような気がしますけども、まあ分かる人には分かると思うんですけども、ですけどね、これ頭部がめちゃくちゃ出来いい、びっくりしましたね。この上半身のスミレ、これが少しうるさいかなって感じはしますね。で、キャラクターデザイン的には非常にシンプルなので、その辺の再現度は素晴らしいと思います。このデザインを見ていますと、怒りの鉄拳が見たくなるのは僕だけでしょうかね。頭部以外の付属パーツは同じ形をした開き手が左右分。こちらはフェイロンの技、支援脚。それを再現するためのエフェクトパーツ。プラ製ではなくて軟質素材でできているんですけども、なんかネチョネチョしとる。装着させるのはこんな風に足にかぶせてあげるだけ。可動範囲いきましょう。頭部、首と首の付け根でそれぞれ可動軸があります。それを踏まえて後ろへはここぐらいで、うつむきはここぐらいで、ぐるりと一周できて、ボールなんで、こんな風に傾きは取れると。肩及び腕の可動、まずバタフライジョイントがありますね。前へはここまで行けて、後ろへは、ここぐらいですね。ちょっと硬いですね。このフィギュア全体的に関節の渋みがいいですね。硬いです。グラグラするところは全然ありません。で、水平は、ここまで行けて、ぐるりと一周回り、二の腕バイセップスであって、肘がここまでかな。で、手首はこのような可動でぐるりと回ると。
上半身は胸と腰でそれぞれ接続ポイントがありまして、それを踏まえて後ろへはここかな、で前はここまで行けて、でこんな風に胸の部分で稼働して、腰でもこんな風に稼働しますね。ボールですね。ぐるりと一周できる感じです。下半身の稼働は引き出し機構はありませんね。前はここまで行けて、後ろへはここまでかな、で股割りは、股割りはどうだ、ここまで行けますね。接続はこんな感じで、で腿にロール、膝が二重でここまで行きますね。で足首、後ろへはこうで、前はこうで、こんな風に傾き取れると。あ、このここで可動ありますね。ぐるりと一周回れます。サイズ比較、フィギュアーツ仮面ライダー新骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン、そしてそしてこちらはフィギュアーツの竜ですね。これと比べましてもいい感じのサイズ感じゃないでしょうか。絡ませて遊ぶのにも全然問題なさそうですね。はい、では終わります。今回もありがとう。バイビー。